今回ご紹介するのはアナウンサーの筒美レイミさん。1993年11月23日生まれ。出身、アメリカ。身長、163センチ。2016年にフジテレビに入社し、すぐに可愛いと話題になった堤アナウンサー。ダンスもうまく、その腰つきがセクシーだと話題です。 そんな筒美レイミさんはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンノゼ出身で2歳半まで過ごし、その後は埼玉県四季市で育ちます。自身の名前であるレイミは礼儀正しく実るという意味が込められているそうです。3歳から14歳くらいまでクラシックバレエをやっていたためダンスをするのがとても好きでジャンルを問わず誰かが踊っているのを2、3回見るとなんとなく覚えることができるそうです。 特技として、振付などを覚えるのが早いとも答えています。学生時代はダンス部に所属しており、大学は大妻女子大学人間関係学部を卒業。 大学在学中にフジテレビのアナウンススクールに通い、2014年11月から2015年5月まで BS フジニュースの第27期学生キャスターを務め、大学時代からストレートニュースのキャスターを担当していました。そこでの実力と人気が認められ、晴れて2016年に難関と言われているフジテレビの女子アナとして採用されます。 学生キャスターを務めていたということもあり、その実力は折り紙付き。その上、超絶可愛いとなったら人気が出るのも当たり前ですよね。現に全国区の番組に出演するや、ギナや人気はうなぎ上りです。 アナウンサーを志望した理由は、東日本大震災の際に現地に足を運び、自分なりの言葉で必死に伝えようとするアナウンサーの姿に衝撃を受け、大学で心理学を専攻して、言葉の持つ力の大きさを知り、自身も言葉で何かを伝えられる仕事をしたいと思ったからだそう。特技のダンスはセクシーで、普段ニュースを読んでいる時とのギャップがたまりません。YouTube や TikTok などでも見れるので、ぜひ見てくださいね。 最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。